はい、始まりました、ダンサートーク。 MC のさやかです。よろしくお願いします。本日はですね、お知らせが2点ございまして、ぜひ最後まで見てください。よろしくお願いします。2月から初めてね、はるかむとうさんに出ていただいたダンサートークの投稿がございまして、毎月ゲストダンサーの方に出ていただいて、今もう何月、なんとかね、めんどくさがりの私ですが、おかげさまで春から夏までっていうシーズンを無事ね、 YouTube 投稿できたかなと思うんですけど、 DM の方でちょくちょくいただくんですけれども、投稿しましたよっていう私の告知方法がですね、いつも2つのやり方で上げてるんですけれども、1つは Instagram のストーリーっていう機能を使って告知してます。で、もう一つはツイッターで投稿しましたよっていう風な告知をしてます。で、配信日については申し訳ないことにちょっと不定期なんですね。っていうのも今年はね、ちょっと子供の小学校のこう PTA 役になったりとか、あと娘もね、幼稚園のお受験があったりとかして、子供がすごい習い事もそうですけど忙しくって、で、まあそのサポートをしてあげたいっていうのがあって、この日に絶対投稿しますっていう風にはちょっと言い切れないというか、こう育児とかそういう家事の合間に隙間を狙ってね、こうなんとか編集をして、慣れない中投稿をしてるっていうところなので、申し訳ないことに配信が不定期なんです。インスタグラムから飛んで見てくれる人が一番多いんですけど、まあ、チャンネル登録してくれてる人はね、勝手にこう出てきてくれると思うんですけど、まあ、その私のストーリーをわざわざ毎日チェックして、あ、上がってるから行こうっていうのはめんどくさいと、これはちょっと解決せなあかんなってずっと思ってまして、 LINE の公式アカウントを作ったらどないかなと思って作りました。イエーイ、作りました、ダンサートークの公式アカウント。 LINE やったらね、皆さん毎日絶対一回笑い見るでしょ。もう投稿しましたよ、ペロンって来たら、あ、新しい動画あげたんや、さやかじゃあ見に行こうかっていうのがいいんじゃないかなと思いまして、もう今年いっぱいはとにかく通知告知しかしないものにはなるんですけど、ちょっとこういうのも使っていこうかなと。 LINE アカウントね、こちらに QR コード貼っておきますけど、登録しといていただけると、その不定期な私の配信でも投稿しましたっていう情報が届くようになるので、お店のクーポンみたいにね、毎日のようにポン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 なるもんじゃないので月に1回しかゲスト呼ばへんし、そんな頻繁になるわけじゃないので、よかったらね、ダンサートークっていう調べて、公式アカウント、こちらに QR コード読んでもらってもいけますし、説明した概要欄の方に LINE の公式アカウントも貼っておきますので、よかったらぜひこちらを登録して、新しい動画見逃さないように登録しておいていただけると嬉しいです。2つ目、これもね、 DM で何個かいただいたんですけど、ありがたいことに、いや、さやかの話も聞きたいねって言ってくれるご意見をチラチラっていただいたので、でもソロトークかどないしようかなと思って、やっぱ今まではね、ゲストの方のお力のおかげであんだけ喋ることができてたので、すごいコンテンツ探しをしてたんですけど、私が話せることで皆さんのためになることって何かしらって思った時に、オーディションの話しようかなと思ったんですよね。こういうことしたら落ちてしまいましたっていう失敗談だったり、逆に受かったオーディションはこういうことに気をつけてたとかね、成功例だったりとか、あれやよ、ちっちゃい時、子供の時とかに遡るよ。今オーディションやってますよね。劇団四季の化け物の子の子役オーディション。めっちゃ見たいですよね。劇団四季の化け物の子。今週、もう7月が締め切りですわ。小学校2年生からね、受けられるんですよね。主役の男の子の役は多分小学校3年生から受けられる。私が受けたいですよ、ほんま言うたら。33歳やから受けられへんけど、私が小学校2年生やったら絶対受けたかったみたいな。で、オーディションってこう年齢制限のものがあったり、締め切りすぎてたらもう受けられないじゃないですか。もう残念ながらそういうことが起きていってしまうので、必ずこの最新のオーディション情報をどうやってキャッチしていくのか、キャッチしてほしいのと、拡散とか告知するのが、私好きなんかもそういうの告知するの。ソロトークの方ではそういう情報を発信していこうかなと思いますので、それもね、見逃さないようにチャンネル登録していただけると嬉しいです。まとめますと、一つはダンサートークの LINE 公式アカウントを作りましたので、友達追加よろしくお願いします。2点目はですね、新しくそのインタビューももちろん毎月ゲストで続けていきたいなとは思っているんですけども、ソロトークの方もオーディションの失敗談だったり成功例だったり、こういうオーディションが今やってるよっていう情報だったりを出していくので、楽しみにしておいてください。今後もね、ダンサートーク頑張って続けていこうと思いますので、親の方よろしくお願いします。